宍戸、宍戸の墓、宍戸明治三十四年十月一日は、日本の武士、政治家、官僚、死釈、全名の山形半蔵でも知られる。文政十二年、長州藩士、安田直春の三男として生まれる。陽名は辰之助。名は駒子と、後吉高。吉田松陰らと共に、玉木文之進の塾に学び、また、藩公明林館に学ぶ。 嘉永元年、藩寿、山形大化の養子となり、藩蔵と称する。安政元年には、幕府の役人、村垣則政に従い、江戸地及びカラフと、露国巡視を行う。翌年には、長崎へ遊学その頃から、諸藩の志士と交流し、安政五年に藩に戻ると、明倫館と公本役に任ぜられ、正史毛利貞弘の時効となった。延元年、 貞ダに従って、江戸へ赴き国事に奔走する。文久二年には、同班の草加玄瑞、土佐藩の中岡慎太郎らと共に、松代藩で謹慎中の学者、佐久間正山を訪問。長州藩へ招聘するもかなわなかったが、国際情勢や国防論について、訓当を受ける。翌年帰藩した後、九州諸藩に、尊皇攘夷論を遊ぜ。 同年の8月18日の政変後は、慶藩に潜伏して、慶政を視察した。その後も長州藩は、尊能上位運動に邁進するが、金門の変の敗北、下関への四国連合艦隊襲来により、窮地に陥る。長州藩は強順派の牛耳るところとなり、藩蔵も禁錮されるが、高杉晋作、伊藤博文らの挙兵によって反論が再転化にし、 赦免される。しかし幕府は、長州藩へ門在市の派遣を決定。藩は藩蔵を、過労ししどけの養子として、ししどびんごすけと改名させ、広島の国体寺で、幕府門在市長井久志に応接させた。交渉の長期化に伴い、広島藩に交流されたが、翌年の第二次長州征伐改戦にあたり、幕府側の敗戦の調和策として放免された。 この間の功績を認められ、獅子溶けの罰家を新たに建てることを認可され、直目付役に任せられた。また長坊市民合議所を寄贈し括弧に、配布資料内の団結を深めることに貢献した。明治維新後は、明治2年に、山口藩県大三次となる。翌年上京し、10月に、業部省有。明治4年11月には、司法大輔。明治5年には、 文部大輔となる。明治十年、元老院議官となる。明治十二年三月には新国、中東全県公使に任命された。琉球藩を廃止し、沖縄県を設置した直後であり、琉球の貴族問題が、両国間の懸案となっていたが、獅子戸は、琉球に対する日本の領有権の法的根拠を、明記した、寺島宗則、井上薫外務卿の覚書を、 新国総理画門へ提出、翌年交渉は妥結する。しかし新朝の重審理交渉らの反対により、調印には至らず、明治十四年一月には、交渉を打ち切って帰国した。基調翌年には、宮内省出資となり、明治十七年四月には、三次院議官。明治十八年十二月には、再び元老院議官。明治二十年五月二十四日には、これまでの、 功績を認められ、死者を除釈明治23年帝国議会の発足に際し同年7月10日、貴族院議員に任命され、同年10月20日、近景官志向となる。貴族院議員に一期在任して1897年7月10日に退任した。明治34年10月没。去年73。ありがとうございます。